内くんの部屋かなりの回数見てますね。ということでダンガロバー次からプレイしていきましょう。前回の続きで、4階新しく開放された部屋の調査が終わりまして、食堂にもう一回集合しようかなってところで終わってますね。で、黒幕の正体は学園長なんじゃないかっていうのをアルタイグは貴重な情報くれましたね。で、その学園長に対してキリギリちゃんがなんかいろいろ思い入れがあるような態度を見せていたのだけれども、男見もいた、もう話しかけてきた。おはよう朝比奈さん。苗木だ。おはよう。ねえねえ、昨日の苗木ちょっとかっこよかったよ。褒められた。え、何のこと？うん、ほらアルターエゴ仲間だって言ったこと。あのさ、私もさ同じようなことを思ってたんだけど、私ああいう時にうまい言葉が思いつかないんだよ。うんうん、だから苗木が言ってくれてすごく嬉しかった。ありがとう。どういたしまして。うん、苗木ってさいつもは普通だけど、いざって時はドーンって力出すよね。確かに。ほらその今までのだって苗木が何とかしてくれたようなもんだし。あれ、これ惚れてる？今までのってきっと学級裁判のことだよな。そんなことないよ、たまたまだよ。もうそんなことあるよ。ねえ、苗木やさくらちゃんたちと力を合わせればきっとここから脱出できるよね。うん、できるさ。よしだよね。よし、気合も入ったところで朝ごはんに行こうっと。そうだよな、道のりは長くても進まなくちゃゴールにはたどり着けないんだ。朝比奈ちゃんに激励入られたね。ナイクウキウキだ。戸上、何の用だ？戸上くん、その朝食会にはやめろ、出ると思うか？うん、だよな。そうだ、せっかく会ったんだし、戸上くんはアルタエゴの情報をどう思ってるのか聞いておいた方が。あや、ダメだ、ここじゃ監視カメラが。なんだ。その、じゃあな。行っちゃった。ああ、行っちゃった。まあ、しょうがないね。まあ、とりあえず、食事会行こうか。みんな集まってるはずだし。喧嘩した後だから、キリギリさんワンチャン来ないんじゃね？そんな気がするぞ。やっぱりいない。食堂に入ると、まず最初に彼女の姿が目に入った。珍しいよね。何をジロジロ見てるの？ああ、深川さん？何よ。私を見てると目が腐るって言ってないな。だったら見なきゃいいじゃない。ナエギッチはおめえが朝食会に参加してることに驚いてるだけだって。ああ、実際深川が朝食会に参加するのは久しぶりのはずだ。ねえ、どういう心境の変化？うん、白夜様はぽっちゃり体型が好みだって。だから食べるの、強制的に胃に流し込むの、倒れるまで食べるわよ。そういうことか。うまいこと誘導して近寄らせないようにしてるんだ。よし、負けないよ。対決始まった。朝日奈よ、やめておけ。それはそうとさ、キリギリさんがいないみたいだけど。そうだな、後で来るって言ってたべ。後でだべ、ナイギッチが帰った後だって。つらー、そこまで露骨に嫌われたのか。もうああいうタイプは強引さに弱いとは言ったけどさ、そういう強引さとは違うんだからね。ちょっと、不潔だ、苗木は不潔だよ、不潔大臣だよ。で、さっき激励してくれたやつに何なの急に。誤解だって。最低。苗木は恋の階段とかすっ飛ばしちゃうタイプなんだね。そうなんでしょ。で、すっごい誤解してるこの人。だから違うって。ちょっと朝比奈、いい加減にしなさいよ。朝っぱらからいやらしい話ばっかりして勘違いしてる。いやらしい？私が？いやらしいからいやらしいって言ったのよ。私はいやらしくなんかないよ。否定したってダメよ。あんたはいやらしい女なの。私にはわかるのよ。一体何がわかるんだ？やめてよ。あんたはそのわがままなボディで夜な夜な禁断のクラブ活動に精を出してるんでしょ。おい、妄想はかどってるってこの人。ちょっと下ネタとか本気で無理なんだって。深夜の課外授業で危険な学級崩壊を重ねてるんでしょ。分かんないよ、何を伝えたいのか。お願いやめてって。やめてと言いつつ、あんたの汗ばんだ手は太いチョークを握るのよ。すごい下ネタが飛び交ってる。
追試に次ぐ追試に、あんたの吐息が黒光りる黒板を消しません。そして、もう鼻水もよだれもすごい。ああ、何これすごいわ。卑猥な発想が次々に浮かんでくる。変態野郎なのは伝わった。貴様の顔は右半分と左半分のどちらを吹き飛ばしても平気なのだ。怒ってる。すっごい怒ってる。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。まあまあ。欲求不満でおかしくなったフカワッチのことは置いといてだな。だべ。とにかく、ナエギッチとキリギリッチは、ちゃんと仲直りした方がいいべ。ハークレに言われた。うん、わかってるよ。もちろん、すぐにでもそうしたいところだけど、避けられてっかんな。でも、すべてのきっかけは、彼女に例の刑を話せなかったことなんだ。だから、まずは大神さんに、例の件を確認しないことにはな。ちょっと聞いてみる、二人っきりでって。あのさ、大神さん。どうした？後で、ちょっと時間ないかな。話がしたいんだけど。あ、ナイ君が、さくらちゃんを口説こうとしている。キリギリちゃんに振られたからって。もう勘違いがすごいよ、この人。メスなら誰でもいいのね。ナイギは発情期なのね。仕方がないわね。高校生ですものね。さくらちゃん気をつけて。苗木は野獣になったんだよ。野獣大臣なんだよ。ひどすぎるこいつら。どうしてそうなるんだって。だが。苗木よ、話は明日にしてもらえぬか。明日？今日は部屋で休ませてほしいのだ。なんだって？ここ数日、どうも体の具合が優れぬのでな。なんだって？結構重要な話したかったのに。え？どっか悪いの？ああ。大したことではない。少々体の節々を痛めただけだ。え？それってもしかして、モノクマとやり合った時か。あの時のバトルのせいだよな。ねえ。まあ、ここは何も言わないでおく。でも、さくらちゃんが休むなんて、よっぽどじゃない？本当に大丈夫なの？ああ。プロテインを飲んで寝ていれば、すぐに治るはずだ。本当かい？プロテインは万病に効くもんね。プロテインすごー。おいおい。プロテインはお前らの中でどんだけ神格化されてんだべ。よーし。苗木、何の話か知らないけど明日にしてあげて。さくらちゃんは体が痛いんだからね。うん、わかったよ。すまない。だべ。そんじゃとりあえず飯にすんべ。ご飯？緊張するわ。なんで？なんで緊張？何よ。仕方ないじゃない。人前で食事するのに慣れてないんだから。そうなの？子供の時からずっと一人で食事してたから。そうなの？どういうことだべ？家族は？いるわよ。父と母と母で暮らしてる。母が二人いる。母が二人？家庭事情よ。深刻だべ。放っておきなって。深川と絡むとろくなことがないよ。いやらしいお口でよく言うわね。私も寝た。やめてって。とにかく僕は先に食べちゃうね。僕が食べないとギリギリさんも来られないんだもんね。なんか悲しいな。切ないべ。みんな仲良くしたいとこなんだかな。僕は書き込むように朝食を平らげると、一足先に自室へと戻った。どうする？大神さんに例の件を確認するのは、明日に持ち越しか。困ったね。でも、ちょっとほっとしてるかも。面と向かって大神さんに問い詰めるのは、勇気がいるしな。で、自由行動か。まあ、ここは、戸上くんに話しかけに行こうかな。戸上は、さくらちゃんは多分、さくらちゃん行ってみる、試しに。ね。いや、でも部屋に閉じこもってるじゃん。会話してくれんのかな。ちょっと聞いてみるか。いや、やっぱ戸上に行こう。戸上にしよう。図書室にはいないかな。4階かな。あ、4階行ってるっぽいな、この雰囲気。いな、みんなどこにもいな。ギリギリ、あ、いた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 。職員室にいるんだ。どこだ？どこなら？あ、いけた。あ、キリギリさん。とにかく。ああ、もう完全にね。
あ、これ、でもあれかな、親密度マックスだから会話してくんないだけかな。どっちなんだろう。まあ、いいか。いた。トガミくん。なんだ。どうした？誰を殺すか考え中か？慎重に考えた方がいいぞ。ゲームの勝ち負けがかかっているんだからな。やらないよ。どうしよう、トガミくんと一緒に過ごそうか。一緒に過ごす。まあいいだろう。いいだろう。お前のために俺の貴重な時間を少しだけ割いてやろう。ありがとう。ありがたく思えよ。トガミくんと一緒に過ごした。トガミくんと少し仲良くなれたみたいだ。プレゼントを渡しますか。渡さない。一見プレゼント買ってないね。つまり、お、始まった。所詮超高校級の御曹司というのは俺の数ある能力の一つに過ぎ。なんか言ってたなお前。御曹司という言葉から勘違いされがちだが、俺は戸上家の庇護に頼っているだけではない。あれ、なんか勝手に話が始まってる。むしろ俺が戸上一族の救世主、救世主なんだ。そうなの。戸上財閥はすでに世界的な財閥だが、俺の代でさらに飛躍するだろう。俺はそう期待されるほどの逸材なんだ。戸上一族の誰もが一目置くほどのな。つまり俺は選ばれし一族の中でもさらに選ばれし存在というわけだ。すごい自信だね。当然だ。根拠があるからこその自信。実践に裏付けられた自信だぞ。実践？俺の個人資産はすでに400億を超えている。すげえ。すべて戸上の力に頼らずに自分で稼いだ金だ。すげえ。そんなのどうやって。つまりだ、株式売買だ。なるほど。一日のうちに株の購入売却を行い、その銘柄の株価の暴落の損益を得る超短期の売買、株式売買。一番難しいやつやってるね。なんだ、無能なお前でも聞いたことくらいはあるはずだぞ。一日で株を売買する株式方法の方法、聞いたことはあるぞ。トレーディングカード、絶対違うな。トレードマーク、客違うな。デイトレード、デイトレードだよね。じゃあ戸上くんはデイトレードで400億も稼いじゃったの。そうだ。暇つぶしにやっていたらいつの間にかそうなっていただけだ。すげえ。大したことではない。大したことだよ。あや、大したことあるだろう。っていうか、そもそも高校生に株の売買なんてできるの。何度も言わせるな。俺は戸上白夜だぞ。それで通しちゃう感じ。答えになってるのか。その程度の金では戸上財閥は何も変わらんが、俺個人の資金源としては成り立っている。これで分かっただろう。俺が単なる御曹司ではないということがな。つまり戸上くんは超高校級のデイトレーダーとして選ばれててもおかしくなかったってことだね。そういうことなの。デイトレードはもうやめたがな。簡単で退屈すぎてつまらんゲームだったからな。すごい、この人とんでもないこと言うな、この人。俺は何かをするたびにいつも実感させられている。俺にとってこの世界は簡単すぎるんだ。思いのままに動いて当然。俺にとって世界とはそういうものだ。それが戸上くんの自信の裏付け。それにしても世界が違いすぎるな。本当に世界が違いすぎる。お、新しい情報が入った。スキルポイント上がった。トガミくんの話にクラクラとしながら僕は自分の部屋へと戻った。まあもう一回トガミに会いに行くぜ。まだ時間はあるな。じっとしている気分じゃない。どっかに行ってみよう。トガミくん、今回はどこにいる。おお、みんななんか倉庫にいる。なぜこれあれか。てか普通に部屋出た方が早いか。ある。ある。そう、出ますか。はい。とかみくん、倉庫で何してんだい。ジェノサイダーショーに見張られてるけど、大丈夫か。はい。むしろジェノサイダーショーがいるせいで出られなくなってるのか。他の連中は相変わらず群れているようだな。だが気をつけた方がいいんじゃないのか。そのせいで判断が鈍ることもあるぞ。心配してくれてる。どうしよう、戸上くんを誘ってみようか。一緒に過ごす。まあいいだろう。お前のために俺の貴重な時間を少しだけ割いてやろう。ありがとう。ありがたく思えよ。戸上くんと一緒に過ごした。戸上くんと少し仲良くなれたみたいだ。これで終わりかな、とりあえずは。お、また会話が発展した。おい、苗木、お前に聞きたいことがある。何？僕に聞
きたいこと？明らかに嫌な予感がするけど。何かな？人生において成功できるのは選ばれた人間だけだ。つまり、その他大勢は叶うはずのない夢を抱き、いや、夢さえ抱けないまま散っていく。あくせく働いて小銭を稼ぎ、その小銭で生きながらえるだけの人生。なんだ。俺にはわからん。そんな人生に意味などあるのか？なんで僕に聞くの？お前がまさにその他大勢だからだ。分かりきっていることをいちいち聞くな。やっぱりそうきたか。今まで俺の周りにはお前のような人間はいなかった。だから興味があるんだよ。せっかくだから聞かせてもらえるか？可能性のない人生を過ごす気分をな。ちょっと待ってよ。可能性のない人生なんて僕はそんな風に思ったことないよ。もちろん僕が戸上くんみたいになるのは無理だけどさ。でも人それぞれっていうか、人生の数だけ幸せがあるっていうか、まるで三流ヒットソングから取ってきたような使い古された文句だな。だがその他大勢らしい言葉だ。そうやって自分を慰めながら生きているというわけか。そんな言い方って。だが事実だ。どんなにあがいたところでお前らは世界を動かせるような存在にはなれない。お前らが消えたところで世界に影響はない。つまりお前らは世界に必要とされていないってことだ。すっごいディスってくる。世界に影響するとかしないとかそんなの関係ないよ。特別じゃない普通の暮らしの中にも人と人とが共に生きる面白さだってあるんだ。自分が満足する生き方さえできれば僕は幸せだよ。おお、言い返した。だって他人と比べてもキリがないし、それこそ生まれながらにして成功を約束された戸上くんなんかと比べてもさ。なんだと。待て、生まれながらにしてだと？地雷踏んだ？お前は分かっていない。全く分かっていない。すっごい切れてる。え？なんだ。最初から選ばれただけの人間など本当の意味で選ばれたとは言えない。戦って勝ち取ったからこその選ばれた人間なんだ。どういう意味？お前らは甘えているだけだ。自己満足の世界に逃げているだけだ。戦い競争比べ合い、そこから逃げているだけだ。それだからその他大勢の人生しか歩めない。愚民め、全く頭を抱えたくなるほどの愚かさだ。そんな強い感情が込められた言葉だけを残し、戸上くんはその場から去っていった。怒ってたね。戸上くん、なんか様子がおかしかった。というより途中からおかしくなったんだ。生まれながらにしてって言葉を僕が口にした直後から。どういうことなんだろう。まあ地雷ワードだったんだろうな。お、先方の発言力。戸上くんの様子に頭を悩ませながら僕は自分の部屋へと戻っていった。夜タイム？寝る時間だ。まあここはスキップでいこうか。え？今スキップしてたから。大会への集合アナウンス。なんだなんだ。あ、ってことは。しかもやけにシリアスな感じだったけど。これはまさか、また新たな動機が提供される時間なのでは？GO。あれ？あれ？こっちだっけ？あー、危ねえ、危ねえ。こっちの部屋にも、いる！さくらちゃん。遅かったな。お主が最後だ。他の皆はもう中にいるぞ。大神さんは中に入らないの？されど。嫌な予感がするのだ。予感だけじゃないかもね。モノクマの呼び出しなんだし。大神さん？では。苗木よ。もし、我に何かがあれば、朝比奈のことを。おい、死亡フラグ。え？すまない。忘れてくれ。ならば。我は我だ。己を信じる者を誰が信じるというのだ。あ、大神さん。
今度は何を仕掛けてくるモノクマ。すっくねー。アナウンスを聞いた僕らが体育館に集まったのと同時に、それは始まった。飛び出してくる。少ない少ない。さっさと始めようか。どうせまた動機の話だろ。うん、そうだ。俺たちを集めたのは動機の話をするためだろう。動機の話だよな。また例のあれのこと。またかよ。もう勘弁してくれって。なるほどな。お前らの怯え方には感心させられる。下っ端の美学を心得ているようだ。褒められてる？いや、いやいやいや。いや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 、怒ってる。そうじゃないんだ。動機の話じゃないんだよ。あ、これアルタイ語じゃね？今日は黒い気分。今回お前らを集めたのは、僕の恨みを晴らすためなんだよ。恨みを晴らす？なぜ？あなたを恨みはすれど、恨まれる覚えなんてないはずよ。だからさ、昨日も言ったでしょ。目には目を、歯には歯をって。要領を得ない話はやめろ。はっきりしろ。お前は何がしたいんだ。戸上くんは前に言ってたよね。お前らの中に僕の内通者がいるんじゃないかって。おい。それがどうした。つまり。あ、ここでお前が言うんか。教えてあげるよ、内通者のこと。え？あのね。あ、普通に言いやがった。内通者の正体は大神さくらさんです。あ、これで動機を与える的なね。なるほどね。あまりにもあっさりと、それが重要なこととは思えないほどにあっさりと、モノクマは秘密を暴露した。え、今なんつった？内通者は大神さくら、そう言ったんだ。 何言ってんの。そんなの嘘だよ。さくらさん、あ、かんだ、さくらちゃんが内通者なんてそんなわけないじゃん。ねえ、うわ、答えらんねえよな。え、さくらちゃん。それと大神さんにはそろそろ約束を果たしてもらおうかなと。じゃないと人質の件、僕は責任が持てませんな。あ、多分さくらちゃんに何か事件を起こせっていう指示を出してるのかな、この感じは。僕が言いたいのはそれだけだよ。内通者の件はお前らの好きにするといいよ。ワクワクドキドキ。煮るなり焼くなり殺すなり殺されるなりさ。楽しみ楽しみ。アクション見すぎる。そしてモノクマは去り、そこで僕はようやくあいつが言った言葉の意味を理解した。目には目を、歯には歯を。つまり、裏切りには裏切りを。ん？どういうことだべ？本当なんか？オーガが黒幕の内通者って本当なんか？何言ってんの？そんなわけないじゃん。だけど、あのぬいぐるみはそう言ってたわよ。違うもん。違うよ。そんなわけないじゃん。ねえ、どうなの大神さん。違うなら違うとはっきり言って。すまなかっただよな。正直に言うよな。ありえねえ。じゃあマジなんか、オーガが黒幕の手先だったんか？すまない。今までずっと騙してたの？めちゃくちゃキレてる。違うんだよ。きっと桜ちゃんは操られてただけで。まあ実際にはな。人質取られてたからな。しょうがないっちゃしょうがない気もする。何か理由があって、それで仕方なく黒幕の言いなりに。朝比奈さんの言う通りだよ。大神さんは黒幕に脅されて、仕方なく言いなりに
なってたんだ。何を知ったような口を聞いてるのよ。だって知ってるから、だって僕は見たから。見たんだよ、大神さんとモノクマが戦っているところを。その時聞いたんだ。さっきもモノクマが言ってた人質がどうこうって話。それに大神さんは言ってたよ、黒幕と戦う決心をしたって。そうか、見ていたのか。大神さんは人質を取られたせいで渋々黒幕に従う約束をしたんだよね。だけど結局は大神さんは黒幕を裏切る決意をして。なんだ。だから大神はもう敵じゃない、間違いなく信用できる仲間だとでも言いたいのか。バカバカしい、お前はメルヘンの世界にでも住んでいるのか。ありえん。そいつは黒幕の手先だったんだ、そんな奴を簡単に信じられるわけないだろう。無理だべ。そうだべ、そんな簡単に信じられねえって。それに本当に黒幕を裏切ったのかも怪しいもんだ。裏切ったふりをしてまだ黒幕とつながっているのかもしれんぞ。何言ってんの？さくらちゃんはそんなことしないよ。おい大神、本当に黒幕を裏切ったのなら答えてみろ、黒幕とは何者なんだ？それはすまない、我も知らんのだ。くぅ、なんだ。知らないだと？ますます怪しいな。お願い、本当なんだって信じてあげてよ。何度も言わせるな。お前は黙ってろ、まだ質問は終わっていない。おい、次の質問だ。約束とはどういう意味だ？お前は黒幕から何を命じられたんだ？我が黒幕から命じられたのは仲間の誰かを殺すことだ。その場が一瞬にして凍りついた。それだけの重みがある言葉だった。なるほどな。それで今も俺たちの命を狙っているというわけか。違う、違うもん。だから違うって、さくらちゃんはそんなことしないって。実際ずっとしてこなかったしな。何なのよ、叫ばなくても聞こえてるわよ、いちいち距離感がなさすぎよ。ひどいよ、あんたたちが聞いてくれないからでしょ。待て、それ以上我のことで争う必要はない。我が全ての責任を取ればいいだけだ。でもどうするつもり？黒幕を倒す。え？我は黒幕に戦いを挑み、差し違えてでも倒してみせる。すまない、それが我の責任の取り方だ。ちょっと待ってよ、差し違えてもって。朝日奈よ、打ち明けられなくてすまなかった。え？すまない、何度も迷った、お主にだけは打ち明けようと何度も迷ったのだ。だが怖かったのだ、打ち明ければお主から軽蔑されるのではないかと。そんな。さくらちゃん、すまなかった。大神さんは僕らに背を向けるとそのまま体育館を後にしてしまった。それと同時に、うえぇ、こんなんじゃ一睡もできないって。散々現場荒らした挙句のんきに放送入れてやがるぞあのクマ。さてと、夜時間だ、そろそろ戻るとするか。そんな、ちょっと待ってよ、まださくらちゃんの件が。何度も言わせるな。片付いている、あいつは俺たちの敵、それだけだ。ひどいよ。違うよ、さくらちゃんは敵なんかじゃないよ。どうして、まあ信用したいよな。どうして誰もさくらちゃんのことを分かってくれないの？なんだ。お前こそあいつの何を分かっている？あいつの正体も知らなかったお前が。何？それは落ち着いて、
朝比奈さん、今はここまでにしておきましょう。これ以上はいくら話し合っても無駄よ。どうしてなの？だけど、とにかく続きは明日よ。一晩休んで頭を冷やした後でね。一触即発だなこりゃ。最悪だった。最悪のムードだった。こんな最悪のムードのまま、僕らはその終わりを迎えることになってしまったんだ。こんななるならキリギさんに説明しとけばよかったかもな。後悔しか残んねえ。大神さんが内通者。大神さんが裏切り者。戸上くんは大神さんのことを敵だなんて言ってたけど、それは違う。大神さんは敵なんかじゃない。間違いなく僕らの仲間なんだ。でもどうしたらいい？どうしたらみんなに大神さんを信じてもらえる？どうしたら。来た、のんきにモロクマ劇場。人間なら誰しも一度は人生をやり直したいと思ったことがあるはずです。メジャーリーグで活躍する野球選手でも、ヨーロッパで活躍するサッカー選手でも、のど自慢大会への出場がきっかけでデビューを果たした売れっ子演歌歌手でも、そうなの？華々しくデビューした割に鳴かず飛ばずで、三流芸人と結婚して引退したアイドルでも、人生をやり直したいと思ったことが人間なら誰しもあるはずなのです。そうだな、人生じゃねえな、クマ性だな。朝だ。お前ら、おはよう。大神さんのことが心配だ。すぐに食堂に行くとしよう。うわぁ、こりゃ不穏な一日が始まりましたね。ということで今回はここまでとさせていただきましょう。次回はさくらちゃんのことをいろいろ朝食食堂で聞いていきましょうかね。いやー、モノクマがマジで最悪なタイミングでもそれをバラしちゃうのって感じだったね。やっぱせめてキリギリさんに説明しとけばこんなに荒れなかったかもしれない。いや変わらないか。ナギもさくらちゃんを信じてたからこそみんなに言えなかったしな。はい、まあ、とりあえず一旦終わります。シアンでした。またね。